まあ、そんな中ですよ、その、まあ、そうやっていろんな活動をしていく中で、その制作山口千春プロデュースっていう、この名前ね、なかなかないと思うんですよ。確かに、そうですね。そのプロデューサーが自分を冠にする、このユニットというかプロデュース名を名付けた理由というか由来っていうのを教えていただけますか？逆にその皆さんかっこいいそういう、まあ、団体とかいろんな由来があって団体名つけられてると思うんですけど、何一つ思いつかなくて、思いつかないまあ、夏期客とか黒森部でみたいな、そういう何かね、のが自分でプロデュースやってみようってなった時に、何もそれこういう名前にしたいっていうことでもないなとか、なんでなって言った時に、今本当おっしゃられたように、やっぱ女優さんとか作演出の方とかで、そういうふうにこうプロデュースっていうののお名前やってるの名前つけてやってらっしゃる方いるけど、制作はいないんじゃないかっていうふうに、今こうちょっと一緒に舞台作ってるそのエコダノガールズの山崎っていう人間から、制作とそういうふうの人が自分の名前でやってるプロデューサーないからそれでいいんちゃうかって言われて、それまあそうだね、だって名前なんか考えるのも難しいし、だから結構なんかこう自分の名前でやっていくんだみたいなことではなく、つけれなかったから、なんかかっこいい名前団体名つけられへんかったから、とりあえず自分の名前でやっとけみたいな。とりあえずでつけたやつがもう5年で50歳。変えれなくなって、だから何回もその制作は抜いた方がいいんじゃないかああ、まっていうのあまあまあ、で、なんか山口千春プロデュースだけにした方がいいんじゃないかとかっていうのが、なんかいろんなふうに言われて、それのなんかロゴ作ってもらったりとかしたんですけど、でもなんかそのままやっぱ制作山口千春プロデュースで、まあ馴染んじゃったみたいなところですよね。今はその名前はもう気に入ってます？そうですね、もうやっぱりこの名前で活動させてもらってから、本当にいろんな方に名前を覚えてます。それは間違いないですよそうですね、やっぱなんかそのことって、それこそ本当にご一緒っていうか、一緒に舞台を作るってことをやってない方にも、やはりなんか名前を見てくださって、山口春さんですよねって声をかけていただくこととかは増えたのは、まあ、この団体名にしたからだなっていう素直に思えるんで、あの時まあつけれなかったから 自分の名前でやった方がええんちゃうかってなっただけなんけど、そのことが良かったんだなと。でもその、じゃあその山口千春プロデュースじゃなくて、制作山口千春ってつけてることに関しては、そのやっぱり制作でつけた方がいいっていうふうにたどり着い裏方だってことですね。だあからやっぱ俳優、女優さんでも、その、そうですね、作演出家でもなく、あくまでその裏方としてその活動してるプロデュースっていうのをしてるっていうことが、制作つけるきっかけにはなったと思いますね。でも確かにその分かりやすいですよね。そうですね。知らない人、初めて見たら山口千春プロデュースだけ書いてあったら、女優さんがねプロデュースしたやつかなみたいな。そうですね。そういうことかなってなるかもしれないですけどね。なるほどね。私はもう本当に千春さん尊敬憧れなんですよ、ちょっと。ですけど、逆に千春さんが憧れてる方とかっていらっしゃいますか？尊敬してる方とか、まあ、一緒にやってる人って皆さん尊敬してるんですけど、だから憧れっていうのが、その何かに憧れて演劇を始めてなくて、だからずっと憧れみたいなのに憧れてます。この人になりたいとか、こういう自分でいたいとか、その憧れが力になったりもするじゃないですなか。でもその憧れが特にこう目指す目標の具体的な何かがないんで、ずっそうですよとね。今でいいのか、これから何になりたいのかみたいなのを問い続けてるっていうと、ちょっとおかしいんですけど、そうですね。でもその今ね、その年間10本もとかやってるから、今一番遠い先の、スケジュール、いつのやつが決まってますか？まあ、年内ですけどね、まだ11月とかですかね、多分。来年の予定とかまだ決まってもうない。基本的に来年が大きく決まってるってことは、この5年もないんですよ。だそうなの？から、それこそ本当に3ヶ月後、今やってる舞台も、たまたま本当はその劇場っていうのを撮る予定ではなかったんですけど、違う舞台の、その企画で劇場を探してたら、
空いてるよと言われたら、空いてるよって言われたら、これやらなきゃいけないのかなっていうか、やるのかってなって、それがまあ、だからその本番まで3ヶ月前とかから動き出すとかっていうケースもあるんで、ちょっと人生たまたま多いですね。確かにそうですね。いや、だって次の3月のシアタートップスですよね。そうですね、あれも決まったのも、そうですね、去年の、いやシアタートップスって言ってもね、そのあるというかね、そのみんなが それこそ憧れる劇場ですよ。そうですそんなあのたまたまでやれるね感じだけど、だから基本的にまあその去年、うん、その下北沢で、まあうん、劇場で公演をやらせていただいていることが多いんですけど、うん、まあ、全その劇場で公演を、うん、まあ、その5年かけてやったっていうのが、うん、去年あったんですけど、それもだから本田もいろいろコロナのこととかあって、うん、劇場っていうのが動いてない時間があって、うん、なのでそれで逆に空いてやれるっていうか、やろうかっていう、はいはい、あの話になったりとか、うん、鈴なりでやった公演もその団体さんが多分2週間ぐらいその小屋を抑えられてたんですけど、うん、まあコロナの影響で、うん、まあ3日ぐらいならいいよ、あげても他団体にっていう風になったんで、じゃあその3日やりますっていうことでやれるとか、なんであの本当に普通ならどの劇場も1年前とかから物事って進むので、まあ、そうですね、割と1年先ぐらいを、ね、決めてるっていうのが大体イメージですよね。基本はそういうスパンでやっていくっていうのが、それは基本だと分かってるんです、うん、基本っていうか、それはでもそうやったことは多分ないです。ないんですね。ないんですね。まあたくさん公演を ね5年で50本、まあうちの劇団の30年で50本だったんで、本当にすごい差だと思うんですけど、あの公演やってて、あの下北沢のホンダグループ、先ほどもね、そのシアタートップスが今ホンダグループがやってるので、はい、それもホンダグループですけど、そのホンダ劇場、鈴なり駅前劇場、オフワークシアターとかね、そのホンダグループの劇場をもう制覇されたしてるじゃないですか。まあ、ありがたいですね。そうですよね、なかなかないと思うんですよ。全部立った？私まだ全部立ててない、うん。ね、俺も全部立ててないんだけど、はい、あのそうやって自分の中でそのホンダグループの劇場でやるこだわりみたいなのってあるんですか？うんうん、そうですね。うん、もうやっぱりあのそのまあ関西出身で大阪出身で、うん、まあやっぱこの出てくるきっかけというか。うん、まあ、それこそもともと東京でお芝居をしたいとは思ってなくて、まあ関西のだから劇団さんとか入るってなんか活動できたらいいのかなって当時その東京出る前は思ってたんですけど、やっぱこうまあそういう憧れもなかったわけじゃないので、その時下北沢に友達と夏休みかななんか出てきて、その時たまたまやってる団体をあのローソンでチケット買って、それがなんかそれがたまたま解散公演で、駅前劇場かなんかでやってたと思うんですけど、うん、もうお客さんパンパンで、うん、なんかぎゅうぎゅう詰めの前の三角座りかなんかで見たんですけど、うん、本当に面白くて、うん、あきっと東京に出てきてこの下北沢って場所で活動できたらきっとあの面白い舞台をいっぱい見れるし、うん、自分もそういう人になりたいなみたいな、うん、やっぱ憧れは その憧れあるじゃないですか。 ありますやん、まあ、そうだちょっと福井さんの憧れはちょっと違うまあ、ね、まあ、でもこの憧れはやっぱり高校生の当時あって、はいはい、うん、それでやっぱ下北沢っていう、うん、っていう本田劇場グループの、うん、小屋で舞台を作りたいっていうのは高校生の時からの夢でしたね、うん、あでもそこでじゃあそのやっぱり自分で、ね、公演自体を劇場を決めていくのはご自身ですよね。そうですね、やっぱりだその中でそのどんどんじゃあこの次は下北のここだ下北のここだっていうのを自分の中でその下北すごろくじゃないですけどそのなんかそのこの先に何本先にどこどこでやりたいみたいな目標とかそういうのを立てていくんですか？いえ、さっきもちょっとあの言ったように、うん、本当に計画を立てるっていうことが、うん、いやプロデューサーって仕事じゃ何ですかって言ったら計画を立てる人ですって、うん、あの思うんですよ。そうですね、思うんですけど、まあ、やっぱりその計画をもちろん立ててるから公演を打ててるんですけど、うん、そのよりは衝動に近いというか、うん、まあそれこそまあ何月ぐらいに公演やりたいなこの人やりたいなってなってたら、うん、
とりあえず本当にちょっとこんな時間、うん、こんな時に申し訳ないんですがみたいな、うん、ね、本当はもうちょっと前に連絡しなくちゃいけないんですけど、うん、空いてるとこありますか、うん、みたいな感じで、まあ、お願いして入れていただいてるって形なので、うん、まあ、うん、そうですね、めちゃめちゃ意外なんですけどね、うん、このコンスタントに打ちまくってるのが、その意外とその結構キンキンでスケジュールを抑えていったりとかしてる。本当に違う団体さんが、まあ、今年の年間じゃないですけど、うん、舞台はこんな風にやりますよっていうので、うん、何月公演、何月公演がありますって、うん、もう出されてるたびに、うん、すごい、やっぱちゃんと当たり前ですけどちゃんと準備してるっていう、計画的やなと思って、みんな計画的やと思って、、うん、だからもうそうですね、もうなんか飽き性なところも若干あって、うん、なんでその1年前に考えたことが本当にその時やりたいことになるのかっていう自信が結構ないみたいなのあるのもちょっと良くないかもしれないですけど、うん、まあ、演劇ってどうしてもね、そのだいぶ前に、さっき1年以上、1年半、2年、なんなら2年前とかぐらいにね、もう計画を立てないと始まらないから、そこからねキャスティングしていってってなるけど、うん、だから、まあ ね、その衝動に従ってるっていうことですよね。じゃあ衝動に従ってる感じですね、うん、だから、まあ、だけどやっぱちゃんと準備した方が本当に、うん、いい舞台っていう話じゃなくて、うん、やっぱこう、やっぱ時間がない中で物事を作ると、うん、何でもね、話し合える時間がなかったりとか、はいはいはい、戸惑うこともあるから、うん、やっぱりゆっくり丁寧にやりたい人は、うん、時間をかけてやるべきです。まあ、それは時間はかけた方がいい。どうしたらできるんだろうって、今もしこう見ていただいてる方で思ってる方は、ぜひ、まあ、時間をかける、うん、というのと、相談してくださいって感じですね。やっぱりなんか自分で考えても、やっぱり実際やってる人のお話聞いてみたりとか、うん、その現場で少しこう、やっぱ お手伝いって言ったらあれですけど、うん、こういう形で携わってほしいっていう窓口は結構いろんな団体さんが開いてくださってると思うんで、うん、そのやっぱ空気を感じるというか、うん、そうするとその時やっぱ何がその人がやりたいって話聞くと、うん、じゃあこういうところを紹介してあげようかとか、いろんな話に進んでいくので、うんうん、やっぱその一歩を踏み出すのが大事かなと思ってるので、さっきね、福井のその孤独だっていう主催業が孤独だって言ってたけど孤独じゃないよと、誰かに相談したらいいよと。いや、まあ、うん、やっぱり実際やると孤独ですよね。でもその前のね、やり始めるのがまた大変、まあまあもちろんね、最初の一歩踏み出すのがね、そうですね、劇場借りてなんか実務的なのは皆さんね、調べればというか、ね、うん、はいはい、こういうのやれば公演って作れるのかなってなると思うんですけど、うんうん、それよりもやっぱそこま、それをやろうとこう一歩踏み出せるまでが大変だと思うんで、そうですね、だってその0から1をまずね、その1からみんな100にしていくプロフェッショナルたちはたくさんいるけど、うん、まずやっぱりそのプロデューサーが企画のね、そうですね、0から1を始め出すっていうのがやっぱり一番大変、そうですね、だから、うん、まあ、下北沢のさっきのお話の中でも、うん、だからこんな劇場グループの本当に皆様にはもう感謝しかないというか、やっぱりかなりそのむちゃくちゃなっていう、前面に土を引かせてもらったりとか、うん、水で1ヶ月歩く舞台を作ったりとか、普通の小屋だったら多分、まあ、NG っていうか、それも本当になんか毎日ちゃんとね、だから劇場さんも一緒に管理を、その公演を見ていただいてるっていう環境の中でやっぱやらせてもらえてるっていうのは、でもそれはこれまでね、何度も公演してきてるから、それで信用を勝ち取ったっていう、信用があるのか、逆に心配をされてるのか、あいつは見とかなあかんぞ、ちゃんと見守ってやらな、ありがとうございます、ずっと心配しててるんだ、本当いつもいろんなことがっていうのはね、でもね、今やだから年中ね、一年中下北沢のどこかでは山口千春プロデュースがやってるみたいな感じじゃないですか、うん、そうかもしれないです ね, ね、なんか今日下北いるみたいな風に聞かれますから、ね、いつでもいるわけじゃない、下北のどこにいるみたいな、ね、そういうのはありますね、下北に行けば会えるんでしょ、会えるんでしょみたいな、いるんでしょみたいな、ありますよね、うん、